ありがとうございます。じゃあお時間になりましたので、オンラインカーリングフォーラムをスタートしていきたいと思います。改めまして、今日はご参加いただきましてありがとうございます。今回のオンラインカーリングフォーラムをですね、スポーツコミュニティ軽井沢クラブさんと、共催で、企画させていただきました軽井沢トラベル&コンサルティングの河野と申します。今日このイベントもですね、司会進行を務めさせていただきます。冒頭にですね、弊社の簡単に自己紹介させていただきますと、軽井沢トラベル&コンサルティングという名前で、軽井沢のこのエリアのですね、着地型旅行、こちらの軽井沢周辺のツアーですとかアクティビティやイベントなどをですね、主に企画している会社になります。で、今日はですね、軽井沢町としては初めての、オンラインのカーリングフォーラムということで、この企画をスポーツコミュニティ軽井沢クラブさんと企画させていただきました。カーリングというとですね、今日は半数ぐらいの方お申し込みの中でもうすでにやったことがあるという方いらっしゃるんですけども、一般的には、まだね、そんなに馴染みのないスポーツでもあると思うんですが、この軽井沢町に関して言いますと、カーリングの町軽井沢ということで、PR してまして、実際今日これからね、ご紹介させていただきますが、日本初のクラブチームであります SG 軽井沢クラブさんもこの軽井沢町にあるということで、非常に盛り上がっておりますので、その辺をこの軽井沢からですね、軽井沢の魅力など今日は発信していければなと思っております。よろしくお願いします。で、早速なんですが、今日はこの会場、これが駅前のですね、今日はウェルラボ軽井沢さんをお借りして、お届けしております。SC 軽井沢クラブチームから、3名の方今日お越しいただいてますので、簡単に自己紹介山口さんもお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日は来ていただいてありがとうございます。SC軽井沢クラブの山口剛です。あ、いいですか。はい。こんにちは、 SC 軽井沢クラブ西村純子です。今日は楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。SC 軽井沢クラブの上野美優です。すごい緊張してるんですけど頑張ります。よろしくお願いします。あれですね、皆さん一言ごめんなさい、私も付け忘れましたけど、自己紹介に含めて、せっかく今日オンラインカーリングフォーラムということなので、カーリング始めたきっかけなんかもちょっと交えていただければと思います。はい、僕はですね、北海道出身なんですけども、小学3年生の時に、地元南富良野町っていうところにカーリング場ができて、そこで、友人に誘われてカーリングを始めました。はい。石本選手。私は長野県軽井沢町出身なんです。あ、地元なんですね。そうなんです。で、もともとはスピードスケートを小学校の時にやってたんですけど、中学の時に何か違う競技に転向したいなって思いまして、で、軽井沢中学に、カーリング部ができたので、で、カーリングに転向してそのまま、はい、やってます。はい、私は小学生の頃なんですけど、友人がカーリングをしていて、で、カーリングに興味を持って、そしたらカーリング体験があったので、カーリング体験に行ったらカーリングハマってしまいまして。あ、やっぱ軽井沢。あ、そうですね、出身軽井沢で、そのままでハマって、そのまま小学4年生の頃からずっとやってる感じ。はい、ありがとうございます。という今日はね、お三方をお招きしてこの会場ではお届けさせていただきたいと思います。で、あとはオンラインの方で、今日はですね、この後の、あ、ごめんなさい、最初にお話すと、今日基本的には2部構成になってます。第1部は、お三方を中心にカーリングの魅力をお届けする時間、約前半の1時間になってまして、後半の1時間、大体3時過ぎぐらいから第2部としまして、こちらは今日のゲストをお二人お招きしてます。お入りいただいて、ディスカッション形式でこのカーリングを軸にしたですね、地域の活性だったり、この軽井沢でいかに広めていくかっていうところをですね、有識者であるお二人を交えてディスカッションしていきたいと思います。で、今日はその第2部でメインご参加いただくお二人ですね、信州大学の丸橋先生と、あと鈴木寛一さんのお二人、ご登場いただくんですが、丸橋先生は後ほどまたご登場いただきますが、すでに今日はオンラインの方で、鈴木寛一さんが
入っていただいてますので、簡単にですね、ご紹介というか自己紹介していただければと思います。ちょっと最初は私の方から、追加にさんの肩書きなんですけれども、いろいろあります。ちょっと長いんですが、福井県のですね、観光連盟、今回は福井県もご講演いただいております、観光連盟の観光投資特別顧問、福井県立大学地域経済研究所客員研究員、あと信州大学社会基盤研究所特任教授、そして日本ワーケーション協会特別顧問をですね、務めていらっしゃいます鈴木寛さんですね。オンラインの方で今入っていただいているかと思うんですが、鈴木寛さん、ミュート解除いただいて自己紹介ってことをいただいてよろしいでしょうか。ミュートの解除。できました。どうも皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、信州大学社会基盤研究所の、特任教授の鈴木でございます。今日はよろしくお願いします。私の方はですね、今日主に2部でお話しさせていただきますが、福井県と実は軽井沢っていうのは歴史的に大変深い関係がございます。その辺のところのお話とですね、あとは新幹線が今、北陸新幹線は金沢で終点になってますが、2024年の春にそれが福井敦賀という駅まで延伸になります。でこの辺によってかなりですね、福井県は今まで関西中部経済圏だったのが東京経済圏にもなるし、軽井沢と一本でますますつながってくるというようなところがあります。その辺のお話、それと翌2025年にはですね、大阪関西万博が4月から10月まで行われます。これ実は期間中2800万人ぐらいですね、来場することになってまして、この辺もですね、実はカーリングのワーケーションというところで、うまく絡められないかなというようなお話もさせていただきたいというふうに思います。で最後はですね、カーリングをいかに盛り上げるかっていうところなんですが、ちょっと視点を変えてですね、番組、例えば国際カーリングとかいろんなカーリングの番組があります。そういった番組のスポンサードの視点、あるいはチームスポンサー、今山口選手はじめ皆さんユニフォーム着られてますけど、こういうスポンサーですよね、各社スポンサーさんの視点、それと広告会社の視点、この辺の視点でですね、カーリングをちょっと見ていきたいなと。それとあとは広告効果としてですね、カーリング非常に面白いと思います。ウィンタースポーツの中でですね、カーリングが実は動きが一番ゆったりとしていて、これ目先を変えるとですね、広告効果としては抜群なんですよ。でこの辺の話もですね、ちょっとさせていただきつつ、ワーケーションの脈絡もですね、非常にカーリングに近いなと思ってます。これから福井とつながっていきますから、その辺を踏まえてですね、第2部でお話しさせていただきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。後ほどまた2部でじゃあ改めてお話しいただければと思います。まず最初にそうしましたら、今日はピョンチャンオリンピックね、山口選手中心に、お話しいただければと思っておりまして、事前にお話し聞いたんですが、オリンピックね、出場されてもう人生も大きく変わったっていうことだったので、まず最初にもうほとんどの人が、ね、もちろんオリンピックっていうのは出れるとこじゃないですし、体験したことがない中で、実際出られてどう変わったかとか、はい、そこで得られたものとか、はい、なんかそのあたり最初にお聞きできればと思うんですが。そうですね。まずその4年前、2018年に、男子は20年ぶりに、オリンピックに出場したんですけども、やっぱそこまでですね、結構カーリングっていうのは女子のスポーツだっていうのを言われてて、カーリングは男子やってるのっていうのを結構言われてたので、このピョンチャンオリンピックをきっかけぐらいから、カーリングの男子力強くて楽しいねとか、スイープすごいねとかっていうのを言ってもらえるようになったので、なんかやっとこうカーリングの男子っていう部分も知ってもらえるようなきっかけになった大会だったんじゃないかなと、はい、大きく変わったなと思います。一応それまでも実際そのメンバーさんも女子の方が多い、いや人数的には多分男子の方が多かったと思うんですけども、やはり、はい、98年の長野オリンピックからオリンピックは正式種目になったんですけども、それ以降はですね、女子
がずっとオリンピックに出場してまして、男子はなかなかできなかったので、まあ、男子のテレビの露出っていうのが少なかったっていうのもあると思いますね。で、実際どうですか、まあ、本当ガラッと環境も変わって、ご自身のね、個人の、まあ、生活っていうか変わったと思うんですけど、一番変わったのは。そうですね、まあでも本当に僕がカーリングの選手っていうのを周りの人に知ってもらえるきっかけになりましたし、まあオリンピックの後ですね、本当に初めて僕がびっくりしたのは、あのスポンサーさんの挨拶前で、品川の駅を歩いてたら、カーリング選手ですかっていうのを普通に言われた時とかは、あの本当にあ変わったなっていうのを感じましたよね。その辺、それこそどうですか、近くでね、ご覧になってて。そうですね、やっぱりオリンピック行ってるのと行ってないのだと全然違うので、そこはね、頑張らないといけない。やっぱり変わりました、大きく、それで直井さんが出られたことで。そうですね、やっぱり近いところで。オリンピックの選手が出るっていうのはやっぱり若い選手にとってもそうですよね、はい、近くの人が、ねね、あのテレビに出てそれこそ、ね、もう国民的な、まあ、英雄というかヒーローになってっていうところで、まあ、あとはあれですね、あの僕自身その出てみて世界選手権とかも、5回か6回ぐらい出させてもらったりとかしたんですけども、まあ、そんな中でこの世界選手権とオリンピックを比べるともう全然比較にならないほど世界あのオリンピックの方が楽しかったですね、うん、で興奮もしました、はい、でそれはどういう意味でもうプレー自体というかもう会場自体がもうこうみんなから注目してもらってるっていう雰囲気のステージあのステージになってましてもうほんとずっと興奮してましたので実際さっきの映像でプレーしてる場面っていうのは、うんほとんど記憶になくてですね、うん、興奮しすぎてはい、入り込んでる、はいもうはい、かなり入ってまして、今でもあんまりさっきの映像の場面というのは思い出せないですね。そんなにあれなんですね。そうですね、やっぱ世界選手権というとどうなんでしょう、こうイメージ的ですけど、やっぱカーリングやってる方とか好きな方かもいるけど、オリンピックってもう、ね、全員見ますしね、そうですね日本人として、ねはい、日本代表だっていうと見るから、それだけでも全然波及効果が違うなと思うんですよね。そうするともちろんクラブチームの、 そのメンバーっていうか、もうそこで一気に増えたみたいな感じですかね。そうですね、先日ですね、日本カーリング協会の方に、うん、その競技人口っていうところで、うん、どういう変化が今あるのかっていうのを調べてみたんですけども、うん、それはまたね、別の話で、うん今、競技人口が2400人から800人ぐらいを、ずっと、まあ、2000年代から入って、うん増えたり減ったりしてるって言って。あんまり競技人口的にはそんなに増えてるな、うんはいまあ、まさにこの後の話につながるんですけど、はい、やっぱりもう見るっていいっていうのと、まあ、実際やるってなるとやっぱりねそうですねだいぶハードルが違いますもん、ね、変わってくるんでしょうね、はい、まさにその辺をね今日そうですね、はい、そうですねちょうどいい前振りをいただいたんですけど今日からまずそのカーリング、まあ、そのスポーツをねする楽しみでよく3大要素があるっていうので、はいする楽しみ、見る楽しみ、応援する楽しみ、まあ、支える楽しみっていう3つがあるということなんですけど、まずその見る楽しさっていうところからですね、最初をご紹介できればと思ってまして、それではですね、早速ではそのまず見る楽しみですね、カーリングを。見る楽しみということで、冒頭にですね、今日ご参加いただいて申し込み60名ほどいただいたんですが、現状でも30名弱の方が入ってらっしゃいますので、どの程度このカーリングを普段皆さん見てらっしゃるかというのをアンケートを取りたいと思います。Zoom のですね、アンケート投票機能を使いますので、皆さんの画面にこれから出てきます。ぜひ、どの程度普段カーリングを観戦しているかという部分でですね、ご質問させていただきますので、画面上で押していただければと思います。今、投票立ち上げます。はい、どうですか、出てきましたかね、カーリングの試合を観戦したことはありますかという質問です。1番が会場で観戦したことがある。実際ライブで見たことがある、テレビでなら見たことがある。全くない。この3つでですね、お答えいただければと思います。
大体30秒ほど時間を取りますので、はい、どうでしょうか。まもなくじゃあ投票締め切りたいと思います。結果の方を共有させていただきます。はい、こんな結果ですね。会場で感染したことがあるという方が14名の方、結構半分以上、今日はね、はい、皆さんやってる方多いですね。で、テレビでなら見たことがあるというのが 35%、うん、全くないという方も 4%、まあ、お一人だけですね、はい、いらっしゃいますという方ですので、結構多かったですね。そうですよね。はい。という結果を踏まえまして、では、早速あの、山内さんに、見る楽しみなんですけど、はい、実際そのゲームの見方、さっきね、簡単なあのこれは動画でご覧いただきましたが、どの辺をこう見たらいいかとか、いうかそうですね、はい、あの先ほどの映像でもあったんですけども、まあ、カーリングのルールっていうのは、本当すごく単純というか、簡単で、うん、相手のストーンよりいかに中心に近い方が、いいかっていうだけなんで、それのルールがあって、それをどうやってその、中で相手がいるんでコントロールしていくかって作戦をね、やっぱ見ていただくっていうのが一番の楽しみ方かなと思うんですね。で、その作戦っていうのはいろいろこう攻めるタイプもあれば守るタイプもあったりとしまして、まあ、どのチームがどういったね形を選んでいくのかとか、そういうところを自分の予想と含めてねこう見ていけたらすごく楽しくなっていくんじゃないかなと思いますね。ね、はい、非常にその戦略性のあるタイプっていう。そうですね、そうですね。はい。まあ、それとですね、こうなかなか映像じゃちょっと伝わらない部分があるんですけども、例えばまあこう試合見ていて、ただ真ん中に決めなきゃいけないときに、ストーンがその円の中に入らなかったとか、そういうのがあるんですけど、まあ、僕たち競技者的にはですね、あの失敗したくて失敗してるわけじゃなくてですね、例えばですね、氷っていうのは、あのカーリングの試合、大体3時間ぐらいやるんです、オリンピックだと。ですので、氷の表面の変化っていうのはものすごく多いんですよ。すごく滑る状態からどん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 滑らなくなるとか、またその逆もあったりとか。ですので、そういったところを読みながらやってるので、まあ、そういったミスも読みが外れるとあるんですけども。まあ、なので、そういうところもそういう氷の変化してるんじゃないかとか、なんかそういうのをね、まあ、見てってもらえれば、まあ、予想しながらいけばいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、実際やりながらやってきて。そうですね、まあ、やっぱり氷の読みもそうなんですけど、あの、なんていうんですかね、まあ、画面上でどれぐらい伝わってるかわからないんですけど、まあ、心理面とか、まあ、このショットをそう決めないと、もう不利になってしまうとか、そういうものをこう追いかけるのも結構楽しかったりとか。なるほど。はい、じゃあ本当にその、いわゆるなんかその試合の中での、ここっていうポイントがあるんですね。この位置が、ね、位置、はい、だじゃないかな、はい、糸、はい、ここがっていうそのポイントが、それで大きくゲームが変わったりっていう。そうですね。どうですか。そうですね。なんかそのやっぱり一投で局面が一気に変わったりすることもあるので、そういうのがやっぱり楽しくて、それがないようにどうやって石ストーンを積んでいくかとか、それがちょっとずれただけで1回で変わってしまうこともあるので、そういう石の動きだったりとか、少し数ミリでも角度が違うとなかなか飛んじゃうっていうのもあるので、そういう部分も楽しい、見ていて楽しいかなと思います。すみません、素人質問なんですけど、はい、そうするとその作戦駆け引きすごい大事じゃないですか、はい、けどやっぱり試合前には大体 A プランみたいなのあるんですね、今日はこれでいこう。そうですね、あの基本的に自分たちの作戦のスタイルとか相手のもちろん、そうですね、あでそれで、まあ、どうやって攻めていくかっていうのももちろんありますし、まあ、ただその試合が進むにつれて点差が離れていくと、じゃあその作戦をB プランに変えていくとか。それってどの程度用意し想定しておくんですか、 A、B、C みたいな。そうです、もうそれと、はい、その試合の中でもう大体大枠は決めるけど、あとはもうその中のコミュニケーションと相手の受け方、まあ、氷の状態もあるので。そうですね、そうです。なので、まあ、ある程度大きな路線は決めてきますけども、その細かい途中途中のものは試合中で決めてきます、ね、ただ試合中もあの持ち時間制みたいになってるんですよね、うん、あの作戦を考えるチームの時間が決まってて、それが時間がなくなっちゃうと、うん、あの試合が勝ってても、うん、没収試合で負けちゃうんですよ。ですので、
考えながらでも実際に正確にストーンを置いていくっていう作業が非常に難しいです。すごい、頭使います。考えるとそうですよね。いろんな部分で。大変ですね。頭も使うし、体も使うし、そうですね。試合終わるともクタクタですから。そうですね。そうですね。はい。で、やっぱコミュニケーション。まあね、あとでできます。やっぱりチームビルディング。はい。で、それだけやっぱ大事になってくるって。そうですね。本当にコミュニケーションの量で、ショットの精度も変わってきますし。まあ、あとその、代わりの表情のテスト呼ばれてて、まあ、その作戦の部分もありますけど、やっぱ最近はですね、このブラシでこすって、いかにこう、ブラシでこするとストーンが伸びたりとか、曲がらないようにするとかっていう効果がありますので、まあ、そういう技を使って投げる精度をどんどん上げていくっていう作業もあるので、まあ、肉体的にも本当に使うようになりましたし、作戦考える意味では頭も使うので。ちょっと時間もあるので、あとでまた時間もあるので、はい、で、実際、来年がね、北京のオリンピックですよね、うん、はい、ですけど、もう女子の方は代表決まって、そうです。ですね、あ、決まってないですね。あ、ごめんなさい、そうか。はい、それから、ちょっと秋、そうです、来週からですもんね、はい、あるので、どの辺に注目してこれ見たりか、なんかあれですよね、テレビ、実際、解説で。一応予定は、はい。ということですね。はい、そうですね。どの辺注目したら。そうですね、次、まだ国内のね、日本のチームのオリンピック出場権っていうのは、この後、世界的には12月に、決まるんですけども、はい、まあ、決まると思いますので、そこでやっぱ見どころ的にはですね、まあ、女子でいうと前回、3位、メダル取ってますので、うん、そうですね、まあ、それ以上いけるかどうか、うんうん、それから男子は前回僕たちが8位だったので、はい、でそれは1勝あれば決勝トーナメントに進める可能性があったので、まあ、日本の男子というのはそういうところのレベルまで来ますので、うん、10カ国出てきて、まあ、4位以内に入っていけるかどうかというところが、まあ、一つ結果的なところでいくと見どころでありますね。はい、そのメダルが期待できるというね。はい、はい、もうそうですね。はい、で特にですね、うん、男子も女子もですけど、特に女子は今世界ランキングというのがチームごとであるんですけども、それのトップ15に入ってきているチームが2から3チーム今国内に女子でいますので、国内のレベルって非常に上がっているっていうのと、男子もトップ20ぐらいに入ってますので、年々レベル上がってきてますので、やっぱトップ4メダルっていうところに期待もあるなと僕は思ってます。なるほど、はい、はい、何かありますか？補足みたいな。すごい本当にやっぱり楽しみというか、一カーリングファンになってしまうというか、うん、はい、どのチームが勝つのかとか、そういうのがすごくワクワクするというか、ね、はい、ね、最高峰の戦いですもんね。はい、分かりました。で、軽井沢ではね、長野オリンピック、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、長野オリンピックの後から、記念して、軽井沢国際カーリング選手権大会というのが、ね、はい、あるので、この辺も非常に近くでこう見れるあれですよね。カリズの方はもちろん地元なので大会だと思うんですけど。そうですね、このカリズ国際カーリング選手権っていうのはオリンピックなど毎年やっていただいてて、ほぼね、海外のトップチームも来ますし、前回のピョンチャンオリンピックの直前の大会ですと、本当に実際に出るオリンピックのチーム来たりとか、世界一位のチームが来たりとか、有名なチームが本当国内で唯一見れる大会だと思います。唯一なんですね、はい、それは、うん、本当にカーリング界だともうすごい人たちがもうかなり集まってくるという大会なんで、まあ、ぜひね、開催あれば見に来てほしいなと思いますよね。まだこれは2020とか3年の予定ってことですね。まだそこら辺も。そうですね、これからね、今シーズンとしてはまだ発表になってませんけども、したじゃあそんなところですかね。はい。はい、次来まして3大要素のうちの実際する楽しさですね。まあ、見るだけじゃなくてせっかくですからね、やはり皆さんやっていただきたいということで、あれもする楽しさについてお話伺えればと思うんですが、また同じようにですね、冒頭に皆さんどの程度カーリングをやったことがあるのかというのをアンケートを取りたいと思います。こちら4択になってますので、今またズームで出しますので、ぜひお答えいただければと思います。はい、出ましたでしょうか。カーリングを普段どの程度やっていますかということで、一番定期的にやっている、もうこれは本当にもうネクラルチームに所属してやっている方、
まあ、年に数回、まあ、本当は楽しみ程度に、たまにやるよという方、あとはまあ1回やったことあるし、まあ、ちょっとね、軽井沢に観光に一つで1回やったぐらいで、まあ、年に1回あるかないかかなという方、まあ、全くまだやったことがないという方、この4択でお答えください。はい。どうでしょうか。はい、じゃあ締め切りますね。共有させていただきます。はい、という結果です。定期的にやってる方が 42%、10名の方でしょうかね、はい。で、年に数回の方もお一人。で、年に1回あるかないか。で、未経験ということなので、まあ、半数が結構分かれてますね。はい、もう本当にがっつりやってる方と、ほぼやったことがないっていう。方は何半ぐらい分かるかと思います。はい、まあ、どっちのね、ちょっとお話難しいと思うんですが、初心者向けの優しめの話と、ちょっと苦労と僕が喜ぶような話を両方していただければと思うんですけども、はい、じゃあ共有停止しまして、まず、する楽しさということで言いますと、まあ、カーリング場カリザーもね、2013年ですかね、通年がその立派なのができて、この体験なんかもやってますけれども、その辺やっぱり会場っていうのも必要になってきますよね。もちろんそういう話です。そうですね。やっぱりカーリング、あの氷の上で基本やる競技なので、ね、まず氷が あってほしいですよね。そういう意味では、まあ、その2013年にできた、うん、あのここ軽井沢アイスパークは、うん、通年型、うん、1年中できるというところで、2013年の段階ではあの世界中の中でも1年中できるカーリング場っていうのは全然まだ珍しいものでしたので、あのとてもあの選手としても貴重ですし、うん、あのカーリングを広めていくという普及面でもすごく貴重だなとは思います、ね、そうですよね、はい、実際ですから、カーリングの今の風越公園行くと聖火台がありますけど、はい、長野オリンピックの時は軽井沢で行われてたんですよね。今のですからアイススケートのあそこですよね。そうですね、アイスホッケー場の方で、うん、で98年の時は僕まだ長野にいなかったのでわかんないんですけど、98年、ね、あの西村さんは何かオリンピックに関わってとかっていう話はちらちらと。そうですね、あの98年の時は高校2年生の時だったんですけど、その時に、まあ、その21アンダー21のカテゴリーの大会で準優勝をしたんですけど、でそのまあまあ、町で、あのそういうジュニアの選手で活躍したので、聖火台に火をつけていいよっていうことで、最後、はい、聖火台に火をつけて、これですか、最後。ちっちゃい聖火台があの風越公園にあるんですけど、そこに走っていって、最後、火をつけて、めちゃめちゃ貴重な、まあ、やりまして、経験するね、はい、そうなんです、ね。そうなんですね、はい、その頃は私はまだ生まれてない。生まれてない。生まれてない。姉ちゃんが生まれてるんで。まあ、そう、本当、軽井沢とは縁があるから、まあ、じゃあ、あれですかね、軽井沢に来てくださいと、まずは来て楽しみです。まずそうです。そういう意味では。でも、本当にあの本州のカーリング専用施設っていうのは、本州にはそんなにないんですね。あ、ですので、軽井沢は。ちなみに、どこで例えば首都圏の方が、まあ、もちろんカーリング1時間ちょっとで来れますけど、はいはい、他どこでやりたいと思って。カーリング場ですと、まず軽井沢、うん、で、この隣の長野県は隣の町、三浦町ってありますので、はい、そこにもカーリング場が専用施設があります。あともうちょっと広げていくと、山梨ですかね。そうですね、山中湖に専用シートが2シート。山中湖でもできる、はいはい。近場ではそのぐらいですかね、専用シートっていうのは。うん、ほとんどですね、あのアイスホッケー場とか、そのスケート場の一部の時間を借りてやるっていう感じですね。じゃ専用では本当に少なくて、うん、まあそういうどっかのところを借りてってことであれば。そうですね。で、ちょっと今日あの先ほどね、あの最初の方に鈴木さんの紹介もあって、うん、福井って話もあってですね、うん、僕もちょっと調べたんですけども、福井の方はカーリング協会がまだないようなんですけども、うん、ね、2012年と15年ぐらいだったかなに、カーリング体験をね、鶴ヶ市の方でスケート場があるそうなんですけども、はいはい、そこでやられてると聞いたので、
なんかね、そちらの方で、あの氷があればカーリングできますよ。なんかぜひぜひね、そうやって、あの僕もカーリング指導に行きたいなと、はい、改めて思いましたけどね。なんかそういうところでどう、はい、そうです、まあ、場所でね。で、実際その、まあ、する楽しさっていうと、個人的にも聞いてみたいんですけど、どの、まあ、先ほど言ったように、いろんな複雑に絡まってるじゃないですか。作戦の部分もそうですし、まあ、コミュニケーションを取らなきゃいけないし、こうあの回数の状態を見たりとかっていう中で、やってて、あ、ここは一番カーリング楽しいな、やってて、そのどこがこうハマっていく楽しいんですか、それなんかお聞きしたいんですけど、はい、僕なんかずっと小学生からカーリングやってて、今に変わらないのが、やっぱ思った通りに、こういう結果になりたいなと思って投げるわけじゃないですか。うん、それ通り完璧にいった時のこの気持ちの良さ、うん、それを求めてずっとやってますね。じゃあ、やっぱりそう投げて、自分がそこに。なんてうもう狙い通りに行ったところにストーンが行くのがやっぱり一番そうですね、大事、はい、で試合で実際じゃあテレビとかそれから YouTube とかでいろんな試合見て、あ、このショット簡単そうだなと思って実際やってみるけど意外とできないとか、見てるのとまたやるのとちょっと違うなっていうところで、はい、どうですか。そうですね、私は何ていうんですかね、一つのショットを4人で作るところがとても魅力的というか、あ、まあ、その何だろう、何がうまいだけでは、まあ、ショットは決まらなくて、吐く人の、まあ、技術だったりとかコミュニケーションだったりとか作戦立ててる人のこのコール SS とかコールしてるんですけど、はいはいはい、ああいうののこうミックスでいいショットが生まれた時のこう感動というか、うん、そういうのは、まあ、始めた時から変わら今も変わらないなっていう、チームで何か一つの目標を向けてそれを成し遂げる。そうですね。で、はい、ところが大事。そうです。はい。はい。どうですか。私もその山口選手と似てくるんですけど、やっぱりショットが決まった時の、うん、もう高揚感というか、うんうん、あ、決まった、かっこいいみたいな感じとか、あとはやっぱりどの競技も一緒だと思うんですけど、試合勝った時はもうすごい嬉しいので、そういうのはやっぱり。スポーツの醍醐味だと思うんですけど、勝って嬉しいなっていうのは。なるほど、そういうことですね。だから個人としての追求する楽しさもあるし、まあ、チームみんなでのそのやるっていう、そのでも両方楽しめるっていうことですよね。逆にまだカーリングやられてない方、うん、あの僕、カーリング体験とか指導したりさせていただいたりしますけども、あの皆さんテレビで見てるとカーリング簡単そうじゃんってなると思うんですよね、イメージ的に。でもね、初めて来た方なんかはまず氷の上に乗るところから始まるんですけど、みんなね、そこで全然もうイメージが違ったっていう。本当そうですよ、私も思いましたけど、もうそっからですよね、はい、いやだから本当SC さんのね体験プランってうまくできてるというか、そっから教えてくれるじゃないですか、はい、もうこれもう転び方みたいなとこからなんで、逆に言うと本当初めてでもある程度にまではできますよね、体験プログラム。はい、そうですね。特にやっぱりいいところが、まあ、体力的にもそんなに必要ないので、うん、本当3世代、親子3世代できたりしますね。あ、そう、それもさ、老若男女、そう、はい、同時にこう楽しめるスポーツってあんまりないんですよね。そうですね。同じそのね、はい。で実際試合とかでもあのミックスダブルスとかありますね、はい、男女でね、はい、やるし、そうですよね、親子でもできるし、はい、というところで、なるほど、わかりました。する楽しさは大丈夫ですか、その辺で。なんかぜひね、まだ本当やったことないから、まず、そうですよ、ね、軽井沢来ていただきたいですね。皆さん体験やると結構ハマるんじゃないですか、うん、ね、私もよくお客さんを連れしたりもしますけど、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、3つ目、最後ですね、3大要素の支えるっていう部分、まあ、また応援する楽しさっていうところの項目に移っていきたいと思いますが、まず最初に今回のね SC カリザクラブさんの実際じゃあどういうクラブ構成かっていうところをまず資料も用意してますので皆さんご覧いただければと思います。はい、ね、これが僕たち、はい、カーリング SC 軽井沢クラブのクラブチームの、ね、メンバーたちなんですけども、うん、これで皆さん全員、そうです、今現状の
アイスホッケーのチームですかってね、言われることはたまにあるかもしれないですけども、なくてですね、カーリングはね、やっぱ4人か5人、1チームなんですけども、僕たちのクラブはですね、こうやって男子のチームがあったり、女子のチームがあったり、ジュニアのチームがあったり、それからいろんなね、コーチが集まったりとかっていう団体に、なってます。はい、これですから、ちょうどですか、今、男女比も半々ぐらいなんですかね。大体半分ぐらいですね、大体そうですね。大体、今、所属の方、平均年齢、どれぐらいの方が。平均年齢でいきますと、僕、結構選手の中で最年長だと思いますので、一番若い子ですと、今だと、中学1年生ですかね。ですので、幅広く、まあ、20代前半ぐらいじゃないですかね、きっと。はい、若い。で上僕一番もうダントツぐらい入ってます。まあこれもカーリングいいってことですね。次のスライドか。はい、そうですね。でまあ、はい。で、まあ自分たち、僕たちはね、この、クラブチームの、まあ、目標というか、今やりたいなと思っていることがですね、こういうジュニアとか、始めたばっかりの、カーリングの層から、もうちょっと、中間の、エリートっていう層、そしてトップの層という感じで、ちょっとずつね、クラブチームの中には成績のレベルといろいろありますけども、このようになんかこうサッカーの、ね、J リーグみたいな形でね、クラブチームを作っていきたいなと。で目標はですね、やっぱトップチーム、まあ、僕もいずれいつ引退するか分かりませんけども、まあ、選手が終えた後はやはり次ね指導者になったりとか、そういったところに行きたいので、そういった時に次また下のねジュニアを教えたりとか、エリートチームを教えたりとか、そういう風になっていけばいいですし、その時にねやっぱトップチームは選手がそんなにこうさっき言った全国2400人ぐらいしかいませんので、なかなか育ってないっていう現状が今まではあったので、こういう下から育ててって、どん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 上のチームを目指していくという形をね作っていきたいなと思って今やり始めている段階です、ね、うん、そうですね、いいですかね。じゃあこれで共有の方をね、はい、はい、終了します。ここにいる上野選手とかはですね、まあ、クラブチームできる前からですけども、ずっと長い間ね、こういうところで座ってきて、ちょっとその辺の話を、せっかくなら。そうですね、やっぱりちっちゃい頃から、ムイ選手とかにも教えてもらっていたので、そのカーリング、多分自分でやってるだけだと、こうつまずいちゃう部分とかも絶対あると思うんですけど、それを教えてもらったりとか、こういう風にしたら上手くなるよっていうのをやっぱり小学生の頃から教えてもらってるので、そういうのでずっとやっぱカーリングが楽しくて、そのままカーリングを続けてなので、やっぱり教えてもらえるっていうのはすごい大きなことだなって思います。ね、しかもね、はい、そのねオリンピックまで出られたトップ選手にね、すごい機会ですよね。どうですか？私ですか？はい、そうですね、私がおそらく選手の中で一番最年少。そうです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 。なので、そうですね、なんか本当に現実的に、まあ、現役を終えて、まあ、コーチをしていくっていう時に、まあ、ちゃんと正しい知識をそのジュニアチームとかに教えていける環境があるのは SC カルザクラブだなっていうふうに思っているので、はい、実際選手として一線でこうやってる方って大体年齢どれぐらいまでできるのですか？ね、長い世界中に世界的に見ても、例えば今トップ15ぐらいに世界ランキング入ってる中で男子だと間もなく60歳っていう方もいます。60歳で現役バレーはいとか、まあ、女性の方を見ると1回出産のために休むけど、その後戻ってきてオリンピックで金メダル取る選手が、すごい、はい、結構すごいですね。はい、そういう意味でも、まあ、さっきのね一緒にできるって、ね、なんかそういうスポーツってあんまないですよね。まあけどそうゴルフとかもそうか。そうですね、ただゴルフとちょっとだけ違うのはポジションが4人あるんで、はい、例えばそうですね、こう力を使うようなポジション、例えばこう
スイープするとか、はいはい、そういうところは若手の人に見せて、はいはいはい、で作戦を考えるとか勝負感が大切なところっていうのはベテランの人に任せるとか、はい、そういう組み合わせもうまくやればできますので、その役割をネットプレスとして変えていくそうですね、こともできるっていうことですね。そうですね。どうですか、他はどうですか、支える応援するっていう意味で言うと、はい、まあ、逆に応援されるね立場、支えてもらう立場ですけど、なんかそういう意味で逆にこういうところをもっとお願いしたいというか、はい、うん、まあ、どういうところを見てほしいとかでもいいんですけど、うん、そうですね、うん、あの、まあ、悩みというか、うん、やはり今先ほどね、あの上野選手が言ったように環境があるから、まあ、ここまで続けてこれたっていうのは大きいと思うんですよね、はい、で僕自身もやっぱそういう今まで環境があったからオリンピックも狙いましたし、あのそういうとこチャレンジできたかなと思いますので、まあ、今後もねそういうカーリングができる環境、うん、いろんな意味でそのカーリング場があるだけじゃなくてそこから経験を積んで世界へチャレンジしに行くとか、うん、そういう目を考えると、ね、やはりこう資金的な部分っていうのは、うん、あのどうしてもかかる部分なので、どうしてもそこは、まあ、あのまあ今クラブをの選手としてやる部分もありますけど、運営する立場的にもやはり今ちょっとそこが悩みの一つであります、ね、うん、なるほどですね、はい、あとやっぱりあれですかね、その地域でやるとで言うと、まあ、SC カルザークラブはそういう意味ではうまくいってるのかなと思うんですが、まあその地域のカルザーのね地域スポーツとしてもあるけど地元の方もやってる方も多いので、その辺ともこう絡むというか、ね、地域に溶け込んでいくところがやっぱ大事になってくるんですかね。そうですね、地域の中でやっぱやっていきたいというのと、うん、それとやっぱスポーツを通して、まあ、カーリングだけじゃなくてスポーツを通して、うん、あの人間力をしっかりと僕たちは上げて、でゆくゆくはね、あのカーリングだけじゃなくて社会人としても、うん、あのみんな活躍していけるようなあの人材の育成っていうのもクラブの中で、ね、少しずつやっていきたいなっていう部分であります、ね、なるほど、全然街に貢献していきたい、うん、はい、うん、どうですか。そうですね、うん、ありますか。私はそのやっぱりその地域とかそういう難しいことはまだあまり分からないんですけど、やっぱりショットが決まった時にカナダとかだとすっごいもうショットが決まったらわーみたいななるのを見ていて、じゃあ国内でもこうなって自分がショット決めて歓声が上がったらすごい嬉しいなっていうのを思うんです。モチベーション上がりますよね、はい、そうですよね。そういうところもっとこうチームの人が応援してくれて、もっと来てくれて、ちょっとやってもらえたら嬉しいなって思います。そうそうそう、ありました。大体ね、これで三大要素の話がね、そうですね、はい、スポーツ、マカリングを楽しむ三大要素ということでお話しいただきましたが、はい、あの一部ね、もう残りわずかになってきましたが、まあ、今後の課題にはちょっとね、その透けていた部分もちょっとお話あったんですが、はい、まあ、2部、この後、はい、お二方のゲストを交えて、そことも関連してくると思うんですけども、はい、実際今、現状の課題、あと将来こうどうしていきたいかっていう部分で、一方ずつ、お話しをいただくと、まず山下さん、どうですか。まあ、本当悩みというか、課題の一つ的にはやはり、うん、その今そのカーリングのトップチーム、世界的なトップチームを見ると、もう海外遠征ツアーにどんどん回るとか、でそこでよりレベルの高い試合を経験してくるっていうのがもうほぼスタンダードになってきますので、やっぱそういった環境をクラブ的にももっともっと強化して、で男子女子ジュニアといろんなカテゴリーで今、だいぶ上位の方に上がってきましたので、あのそういったところをまあできるように、あのもっと資金集めをしていきたいなっていうのが一つと、あのこの間もクラウドファンディングをさせていただいて、ね、はい、あのたくさんの方にご支援いただいたので本当に本当にありがたいなと思いましたし、あの、まあ、少しずつですけどもちょっとずつ強くなりつつ、あのいい環境を作っていけるようなクラブ作りをしていきたいなと思っているところでありますね。はい、はい、他のところですね、やっぱ資金なんて、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、石本さん、はい、私は、やっぱり女性アスリートとして、まあ、競技人生がちょっと、うん、あのカーリングの場合は長いので、そうですね、はい、その結婚と子育て、うん、まあ、出産、うん、復帰に関することっていうのが結構課題ではあるなって思ってまして、で自分自身も2018年に出産して、
そうですね。僕はちょうどね、ご質問も来てましたね。はい。さんね、現役を続けるという選択肢、最初からあったかっていうね、ご質問来てましたけども。はい。そうですね。海外の選手だと、まあ、出産してカーリングに戻ってくるっていうのは当たり前の環境としてあるんですけれども、ちょっと日本の現状ではやっぱり選手として第一線に戻ってくるっていうのはちょっと簡単ではなかったなっていうのは正直ありまして、やっぱりいろんな人の、協力だったりとか、はい、ないとなかなか厳しかったなっていうところがあります。それはまあ、彼に限らずですよね。まあ、よく、ね、そうですね。多分、普通にアスリートだけの問題じゃないと思うんですけど、ね、キャリアをこう積んでいる女性とかもそうだと思うんですけど、うんうん、出産して、まあ、会社に戻ってきたら部署変更があったりとか、そういうのが、まあ、日本ではまだまだあると思うので、そういうこともまあ課題だなというふうに思います。はい。ありがとうございます。私は今現在大学3年生で、普段は東京の大学に軽井沢から通っていて、やっぱり周りだとそんな結構東京だと一人暮らしする人が多いんですけど、私は軽井沢でやっぱりカーリングを続けたくて東京の大学に通っているんですけど、その将来のことを考えた時に、これからもカーリングを続けてトップレベルの選手になってオリンピックで活躍したいっていう目標とか夢があるんですけど、じゃあそれで大学卒業後に就職する中で、じゃあカーリングトップレベル目指しながら就職を先を探すっていうことが今すごく難しいと感じていて、やっぱり遠征とか合宿とか大会とかいろいろ練習もいっぱいしたいですし、そのカーリング選手としてもちゃんと生活というかでもちゃんと働いて支援していただけるようなとかをこう見つけていくことの難しさっていうのをすごく感じています。そうですよね、そう、そうですよね、両立していかないといけないですよね、やっぱ生活もしながらだから、まあ、そういう意味ではあれですかね、今まさに、まあ、今回講演もいただいてますけど、テレワークっていうね意味でだいぶオンラインでこう、まあ、大学なんかもそうだと思うんですけど、そういう意味でこう可能性広がってくるかもしれないですよね、出社しなくてもね、ね、カーリングをやりながら、こう、仕事の方はみたいなね、まあ、そういうまで、はい。今の大学の授業も結構、やっぱりオンラインで、そうですよね、もうずっとカレーザーに行って授業を受けてるので。そうですよね。そこに広がってくるんですよね。はい。取りました。ありがとうございます。というところで、大体お話を伺ってきまして、第1部の最後にですね、あと5分、10分ほど、少しお時間をいただいて、皆さん事前に今回お申し込みの時に質問を受け付けてまして、結構いただいてるんですよね。その辺をお三方にお答えいただこうかなと思ってます。特に質問で多かったのいくつか、まあ、ちょっとまとめさせていただいたんですけども、実際軽くやってる方も半数近くいらっしゃって、この今、まあ、コロナ禍で緊急事態宣言下でできる練習方法とか、やり方、自宅でできるトレーニングだったりとかっていう、はい、結構まあこれは本当にマニアックというか、プロと向けの質問なんですが、その辺は、はい、はい、そうですね、今できることっていうのは標準の上で練習、僕たちは今できないので、そうですね、やっぱ大事なのはカーリングの競技力を上げることが大事なのっていうのは、やっぱ自分の頭でイメージしたことをそのまま再現できれば、いいショットがどんどん決まると思う。ということは、そのためには何が必要かというと、思ったように体を動かせるようになる能力が必要だと思いますので、とにかくですね、体をどんどん動かす。で、その中で少しでもね、自分の思ったような動きができない動きがあるんだったら、それを、克服していくというのが大事だと思います。具体的ではないですけどね。ただまあ本当に僕はね、筋トレっていうのは役立つと思いますので、実際具体的にどんなことやってるんですか？どこで出れない、そうですね、まあ今は本当にでもランニングやったりとか、はい、本当ベーシックなトレーニングっていうのをやってますけども、はい、まあ、それ以外にね、はい、ゴルフゴルフも練習はね、少しやったりとか、うん、ゴルフはメンタル的にすごくカーリングに似てるというか、う
ていうところもありますね。そういう実践練習したりとか、それからあとはカーリングのね、YouTube とか、いろんな試合が今ありますので、まあ、そういうのを見て作戦の勉強する、どういうパターン、このパターンだったらこういう攻め方でいくシミュレーション、はい、をやってますね。あと、ありがとうございます。これもお二方ほど来てたんですけど、7月、今年開催されたワンデーキャンプが、うん、もう一回やってもらえませんかとか、非常に良かったのでっていう要望の、まあ、質問というか要望なんですけど、この辺は今後、どのように考えられるか、はい、そうですね。はい7月にね、私たち選手、クラブ員がいろんな方に、一般の方に出て、講習会をさせていただいたんですけども、いやかなりね、皆さん要望がありましたので、まあ、今後こういう機会っていうのは続けていきたいなと思いますので、ぜひ前向き検討させていただきたいと思います。まあ、まだ確定じゃないけど、はい、要望が多ければやるかも。はい、わかりました。あとご質問で、ちょっとこれもテクニック的なところで、ジャッジの仕方と教え方についてっていうところなんですが、はい、ちょっとね、広い質問かもしれませんが、どうですか、どうですか。ジャッジっていうのは、なんだろう、ラインっていうか、そういう専門的な用語になってしまうかもしれないんですけど、なんていうんですかね、ストーンを投げた石に対するこうスイーパーのジャッジなのか、そのスキップから見たジャッジの中でまた違うとは思うんですけど、私はまあ基本スイープがすることが多いので、ちょっとスイーパー目線で話できたらいいなと思うんですけど、ジャッジがうまくなるためには、まず練習からその選手、組んでる選手の癖とかをよく見て、投げる癖とか、今ちょっと押したとか、ちょっと引っ張ったとか、そういうのも参考にしてジャッジしたりとか、あのストップウォッチでストーンを計測してスピードを測るんですけど、それだけをこう見てしまうと、脳がその数字にこう、なんて影響されすぎてしまって、なんかもう絶対、もう 3.8 だから T ラインって真ん中に止まるだろうみたいな風に思っちゃう人が結構いるんですけど、まあ、それは参考値として置いといて、まあ、それはちょっとお守りみたいな形で、であとはまあ自分の目を信じて、あとその人の投げる癖とか、あとは氷の状態とか、そういうので、まあ、結構向上していくかなっていう風には思いますけど、はい、ことになっているか分かりません。はい、いいですか。日々ね、やっぱり大事な試合とかでいきなりやれっていうのはやっぱ難しいことだと思います、ね、日々の練習で少しずつね、試しながらやっていくのが大事だと思いますね。はい、ありがとうございます。あとはですね、一般的なそのカーリングを普及するにはということで、はい、まあ、今回福井県の関係者の方も結構参加されてるんですけど、はい、まあ、カーリング場をどうやったら増やしたらいいのか、増やすには、はい、まあ、首都圏とかにはまあカーリングボールがないので、カーリングを通したその地域活性の課題っていうのは何でしょうかということなんですけども、はい、どうですか。そうですね、まずカーリングを増やす、カーリング場を増やすっていうのは、まあ、本当にいろんな県、まあ、言うならば各県に一つ、カナダでは各町に一つ以上あったりするんですよね。で、例えば大きいカナダがもうすごく人気で、トロントとかオタワとかあっちの方だと一つの町に15カ所とか20カ所ぐらいあったりするんですよ。なのでそういう意味ではまあね、いろんな県にどんどんできてほしいなとは思うんですけども、ただね、なかなかこう冬のスポーツですし、いろいろ大変だなっていう部分では、スケート場が、ね、全国的にはいっぱいあると思いますので、そういうスケート場とカーリングをうまくコラボして使えるような環境作りっていうのができていけば、より発展していくんじゃないかなと思うんですよ。で、カーリングってスコットランド発祥なんですけども、その発祥ですごく強いスコットランドでも、アイスホッケー場とかスケート場をやるところとカーリング場を曜日で分けたりして使ったりとかしてるんですよ。ですので、まあ、そういう使い方、今現実的には新潟とか、それから埼玉の上尾とか、東京でも月に1回とか2回、神宮のスケート場でやらせてもらったりとか、
一応カーリングできるっていう環境はちょっとずつ増えてますので、そういったところ増えていけばいいなと思うのと、まあ、せっかく福井の方来てると思いますので、福井も敦賀市にスケートリンクがあると聞いてますので、うん、そこでもね、カーリングがもっとできるよっていう環境になれば、すごくカーリング人口も増えていいなと思いますので、そのきっかけは、まあ、僕がご指導して作りたいなと思ってますので、はい、行きたいんで、はい、それ具体的に例えば、スケートリンクだったりあるところで、はい、まあ、できるかもしれないですけど、そうすると必要な設備投資とかほとんどいらないんですかね。そうですね、基本的な例えば道具とか、うん、まあ、ストーンなんかは結構高価なものなんですけども、まあ、まあ、そういうのは例えばレンタルで、うん、持っていくとかでもできますので、うん、はい、基本氷さえあれば、あとは何て言うの、レーンですかね、はい、そうですね、敷具で、そうですね、あとは道具さえ持っていけばできる、はい、そからほとんど投資はそんなにいらないですね。はい。で、そのスケート場との共有っていうところがどんどんできていけば面白いかなと思いますね。うん、ね、はい、スケート場にしたって、まあ今ちょっとスケート人口がどうなったのかわからないですけど、新たなこう顧客を呼び込む呼び水になりますもんね。ね、スケートの人、彼、はい、の人あれば、ね、はい。あとはこれ結構ね、具体的かつなんですけど、こう今、まあ、アイスパークのね、カーリングでよく練習しに来て、競技としても楽しんでる方で、まあ、ぜひそういう軽井沢に将来は、今日移して、カーリングを来る、練習に来る学生さんや感染者の方々に対して、駅からアイスパークの送迎や宿泊施設などの提供をしてみたい。そのような移住希望者に対して、軽井沢町から女性のようなものがあるかと、まあ、彼も本当に好きで、軽井沢が発展していくために寄与したいという方がこう、軽井沢町に来たいとなったときに、何かこう、補助的なね、もちろん生活の部分もあるでしょうから、非常に具体的かつ、なんかね、ご質問かなと思うんですけど。なんかそうですね、ちょっと補助の話を ね、まあ、そうですね、私はちょっと分かんないんですけど、まず軽井沢の話お願いします。でもそういうね、サービスというかがあればすごくいいなと思いますし、特にちょっとまあ話ちょっとだけずれるかもしれないですけども、うん、僕たち そのクラブチームの中でも選手で県外から、中学生になるタイミングで引っ越してカーリング選手をやりたいって言ってこっちに来る方もいるんですよね。ですので、まあ例えばそういう子供を対象に下宿所やったりとか、なんかそういうのもね、やっていただけたらね、このよりカーリングの街、軽井沢っていうのが強くなっていくんじゃないかなと思いますのでね、なんかそういう、まあ、僕たちにその発想っていうのは今僕の中ではなかったので、そういった意見もね、どんどんいただければね、嬉しいと思いますね。はい、ありがとうございます。ご質問もチャットでも来てますので、少しちょっとチャットの方のご質問も今来ているので見てみましょうかね。チャット。ご質問とか感想で、ピョンチャン五輪で男子が女子の、女子が男子の応援席にいることが印象的でした。そうですか、はい、なるほど。いや、そうですね、はい、こう男女一緒でやるっていうのが世界選手権だと男子だけ女子だけってなってますけど、オリンピックのチームジャパンでっていうなんで、もう僕たちは女子の応援も行きましたし、それから女子の試合はまあ僕たちも行ったりとか、それから他の競技アイスホッケーの選手が来たりとか、まず本当チームジャパンでその試合を勝ちに行くっていう感じがありましたね。そういうところなんですね。はい、がない部分で、あと参加者のうち軽井沢外の方はどの程度、今日ご参加の方はですね、軽井沢、逆に地元の方の方が少なかったですね。確かに、ごめんなさい、ちょっと正確な出たもあれですけど、1割、2割ぐらいですかね、地元の方は。ほぼ町外の方が今日は多いです。はい。そうですね、まあ、一回体験してみたいけど、会
会場がないのと、北海道の軽井沢多いので諦めてますということで、まさにね、近くにあるとやってみたいなっていうので、さっきのですね、はい、スケートリンクとのホッケーのそこの協業というか、それが鍵になってくるんですかね。会場での感染はやっぱり違うんでしょうね。やっぱりライブって全然違いますかね。違いますね。もうストーンの当たった音とか、それからイエスとかウォーとかこう叫んでる声とか、リアルですよね。そうですね。全然違いますね。あれライブですよね、はい。そうですけどね、感染されながら。はい、まあ、そんなところですかね。また随時ご質問等があればチャットでもお寄せいただければと、時間の許す限りお答えいただきたいと思います。はい、これで大体折り返しちょっと過ぎまして、これから第2部に移っていきたいと思いますが、丸橋先生はお入りいただいてますね。はい、じゃあ、このまま続行でいっちゃいますね。ちょっとだいぶ長丁場、今日2時間という長丁場なので、まあ、先ほど言ったように今日録画でまたご覧いただけますから、皆さんトイレの方は我慢するわれらも2時間なんで、ちょっとわれわれ我慢して、はい、もう行きましょうか。はい、大丈夫です、大丈夫です、お願いします。どうしてもでした、今ちょっと、はい、大丈夫大丈夫です。はい、じゃあこのまま第2部ということでいきたいと思いますが、丸橋先生、お忙しい中、今日お参りいただきまして、じゃあ、まず丸橋先生の方から自己紹介とですね、最初にいただければと思いますので、ミュートを解除していただきまして、自己紹介いただければと思います。丸橋先生は信州大学社会基盤研究所所長であり、教授でいらっしゃいます、丸橋先生です。今日第2部でからゲスト参加ということでお越しいただいています。じゃあ、丸橋先生、すみません、オンライン参加になりますが。ご紹介よろしくお願いします。はい、信州大学の丸橋です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。山口選手、軽井沢でその格好は寒くないんですか？はい、いつも表情の上にいますので、はい、もうカーリングの魅力はそこにあるのかもしれないですね。今ちょっと軽井沢で私信州大学としての研究者としてさまざまな地域の活性化、地域創生というとダメなところをなんか直すみたいなイメージ持たれるかもしれませんので、私あえて活性化って言葉をよく使うんですけれども、まあ、地域をどう盛り上げていくかという観点に、立って、大学の学術の力を持って何かできないかということで、いろいろな、授業を進めております。であくまでただ研究者ですので、できることとできないことはあるんですけれども、ただいや、そうできないことがあると言わないというのは僕のポリシーで、割と無理難題をいろいろやってきて、ております。でカーリングとの関わりで言うとですね、まあ、私の分野先に申し上げると皆さんが、なんでお前ここにいるんだって話になるので、後で申し上げることにしまして、まあ町から、軽井沢町からぜひカーリング協会と一緒にカーリングのものも盛り上げてほしいと依頼を受けまして、で相談を受けてですね、まあ、具体的な相談を受けた内容としてはですね、まあ、ある助成金に申請したいと言うにあたってもちょっとアドバイスいただきたいということで、まあ、私の得意分野がですね、補助金を取るっていうのがものすごい得意分野なんですけれども、まあ、カーリング協会の方々の話を伺ったらすごい魅力的だなというふうに感じた一方で、まあ、こうした方がいいんじゃないかっていう、まああくまで補助金を取るという観点でアドバイスしたんですけれども、まあ、その結果採択されてしまいまして、まあ、採択されたからにはそれにも付き合えよという、まあ、自然の流れなのか分かりませんけれども、カーリング協会と今、そういう形でお付き合いさせていただいております。大学の学術の力を使って何か地域カーリングも軸にさまざまな地域活性化につながるようなことができればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でもう一方は第一部の冒頭でもご挨拶いただきましたが、改めまして、じゃあ鈴木さんお願いいたします。第二部からですね。はい、改めましてよろしくお願いします。信州大学社会基盤研究所の鈴木でございます。私は福井県の方も観光連盟とか福井県立大学の地域経済研究所で
客員研究員もやっておりますので、特に今回新幹線が伸びるということも含めてですね、地域経済がどういうふうに変わっていくのか、それをカーリングを通じて盛り上げていきたいなというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では第2部の進め方なんですが、事前にですね、3選手からお二人にこう聞きたいことですね、質問を聞いておりまして、先ほど最後の、ね、課題っていうのがありましたね。これから向けてカーリングを普及するための課題っていうのもあります。その辺も踏まえて、お二人を交えて、アドバイスなどディスカッションですね、形式で進めていければと思ってます。でまず最初のはい、そうですね。はい、先生、よろしくお願いします。早速ですね、今話にも出てたんですけども、大学の学術を使ってというところで、僕じゃ全然そういうところの発想がなかったので、そういったところどういうふうな関わりとかっていうのがありえるのかなと思って聞いてみたいなと思いました。ありがとうございます。なんかすごく私一番答えやすい質問でありがとうございます。で学術っていうとなんか皆さん本当に研究室の中で実験してたりというイメージをお持ちで、カーリングとどうつながるのかわからないって思う方が多分 99% だと思うんですけれども、実はですね、学術ってかなり広くてですね、おそらく対象にできないものがないと言っても過言じゃないぐらいだと僕は思ってます。例えば医師不足問題っていうとなんか行政の問題だって思うかもしれないですけれども、やはりその問題を分析して解決していく手法というのは我々が持ってる方法論かなりたくさんありますので、いろんな形で貢献できることはあると思います。で、カーリング協会、カーリングとの関係でいうと以前どこかで聞いたことがあるんですけれども、カーリングの技術って今どういう、指導方法とかってどの程度固まってるものなんですか、山口さん。ちょっとそこら辺をお伺いしてもいいですか。そうですね、指導方法っていうのは、日本の中と、とりあえず世界からこういうない方でやったらいいんじゃないかとかっていうのが、4年から8年に1回ずつぐらい更新されていってるような感じのイメージがありますけども、あんまり細かいところまでとか動作解析をこう細かくやってるとかっていうのはまだまだ進んでないような感じしますね。例えば野球でもベーブ・ルースの頃の野球のフォームとかって、今からではなんかすごく全然違う、あんな打ち方でよく打てるなみたいな打ち方してるじゃないですか。おそらくカーリングもどんどん進化してってると思うんですけれども、一つ我々学術でできるとすると、今身体動作を正確にデジタル化して分析する技術が急速に発展していまして、実はなぜ急速に発展しているかというとですね、この身体情報をデジタル化する技術の中核にある部分っていうのは今まで軍事技術だったんですね。で軍事技術なので大学で扱えないっていう制約があったんですけれども、2010年前後ですね、それが軍事技術だけじゃないだろうということで解放されまして、急速に発展している技術分野なんですけれども、これを使いますと、例えばカーリング の投げるフォームというのを解析して、こういう時にはこういう軌道を描いてるよねとか、でもその軌道を描くには実は温度とか気温とか、あるいは氷の状態とかでこれが影響してるとかっていうのを分析していくことで、もちろん最後選手 のセンスの部分に入ってくるんですけれども、そのセンスを磨くとか、センスをなぜあなたのセンスの意味が効果的なのかとか、そういうことを示していくことっていうのは、おそらく学術で一番最も得意とできるところだと思います。であるいは私徐々に自分の分野に近づいていくんですけど、社会科学を専門にしてますので、社会科学の観点からスポーツ、カーリングというスポーツをどういうふうに魅力を捉えて、どういうふうに発信していくのかという観点でも、我々の学術分野というのは貢献できることができると思います。スポーツを使った地域おこしに関わっている大学の教授も結構いますので、そういう意味では学術にかなり広く携われるのではないかというふうに考えております。
ああ、なるほど。先ほどの最初のその技術っていう、投球の技術っていうのもすごく今興味 あるなって自分の中でも聞いてて思いましたし、なんか今までですとこう、あるコーチがこう投げろって言ったらこう投げるみたいな、あんまりこう、勘でしかないというか、そういうのが多かったので、まあ、こう今後そういう数値化というか、なんかしていければ、さらにこう、選手の技術の向上っていうのはなんかすごく高まるなと思いましたし、その社会分野っていう意味では、そのカーリングもやっぱり4年に1回こうオリンピックでテレビの露出がどっと増えて、見てもらう方とか、ちょっとやってみたいなっていう方が増えるんですけども、その後ですね、もうすぐサッカーのワールドカップがあったりとか、夏のオリンピックがあったりとかっ て、どん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 冬のオリンピックが忘れられていくと。で、また4年後にちょっと思い出されるっていう循環ばっかりなんですよね、実際には。ですので、先ほどのその地域を盛り上げていくとか、カーリングを盛り上げていくっていう部分でもう少しなんか、話にちょっと深く聞いてみたいなと思いました。あ、はい、4年に1回じゃ盛り上がらないですよね。我々も大学のイベントで1年に1回のものがたまにあるんですけど、センター試験とかで大して盛り上がるイベントじゃないんですけど、やっぱり1年に1回とです、1回ですと、やっぱり本当に忘れちゃうし、そんなことあったな、この季節だなっていう感じで、やっぱりどんどん広がっていかないんですね。まあ、センター試験は広がる必要は全くないんですけど、やっぱり1年に1度でもちょっと少ないかなと思うぐらいで、やっぱり人が、しっかり興味を持ってやっていくタイミングとしては4年に1度はもう当然こう、まあ、ちょっと広すぎますし、盛り上げていくためにはやはり定期的に触れる機会というのがないとなかなか難しいと。で、その定期的に触れる機会を作っていく上では一つの方法としてはプロリーグというのが考えられます。で、プロリーグっていうとですね、サッカーとか野球とかすごいものを想像しますけど、まあ、実はそんなすごいものじゃなくても小規模でもプロリーグっていうのはできますし、さまざまな工夫でできるものです。で、プロリーグができることによって定期的にイベントを開催、まあ、試合を行って配信できたりだとか、そういうことができていくと関心を持つ人はどんどん増えていきますので、ちょっと4年に1回っていうのはもう最後のすごいいいイベント、まあ、ビッグイベントとして用意してでもやっぱり中規模小規模のイベントをやっていく必要があると。で、それをやるためにやっぱプロリーグとかしっかり広告マーケティングに乗った仕組みを作っていくというのはすごく、まあ、今後、魅力的なものづくりにとっては必要になってくるんじゃないかというふうに思ってます。このあたりって今日一緒に出席していただく関知先生、水関知先生、広告マーケティングは大変得意分野かと思うんですけど、いかがです？ありがとうございます。非常にですね、カーリングには魅力満載だと思ってます。例えばですね、カーリング裾野を広げるためにはもちろん若い選手を広げていくっていうのはもちろん大事なんですが、ちょっと視点を変えてですね、それを支えるスポンサードという視点からちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、カーリングはですね、実はウィンタースポーツの中で一番その動きが緩やかなスポーツなんですね。ということは、例えば今山口選手がユニフォーム着てますけど、そこにある企業様のロゴマークがですね、じっくりカメラから見ることができるということですね。それと、あとはカーリングの場合ですね、特徴的なのは、ストーンですから、天井にカメラがある。これは非常に面白いことですね。天井にカメラがあるということは、氷の中にも試合中ロゴマーク入りますから、それも映るというようなところで、スポンサー目線で言うとですね、番組提供スポンサーのロゴマーク、あとチームスポンサーのユニフォームのロゴマーク、これが非常に多く映るスポーツだと。で、その他のウィンタースポーツはですね、非常に動きが早いんですよ。そうすると、なかなかロゴマークが視界に入らないっていうのが実はありまして、まあ、その意味でですね、非常に僕は有効だと思ってます。で、それをですね、推進するためにどうしたらいいかっていうことで言いますと、私は広告会社をいかに盛り上げるかだと思うんです。っていうのは、実際ですね、番組提供の、まあ、30秒提供、買いませんかっていうセールスする人は広告代理店の営業マンです。で、彼らがですね、カーリングのことよく知らないともう最初から売らないんですね。で、サッカーとか駅伝なんてよく知ってますから、
自ら積極的にセールスできるわけですけど、まだまだカーリングのことをよく知らないというのがありまして、そこをですねワーケーションという脈絡でチームビルディングというようなことで、例えば広告、例えば番組、まあ、国際カーリングの、販売する広告代理店は決まってますけど、そこの広告代理店の人とか、あとその先にいるであろう、例えば飲料メーカーとか、まあ、各種クライアントを一緒にしてですね、カーリング会場でチームビルディングのワーケーション研修をどんどんやっていくと。で、みんながどんどん体験していく。そういう活動がですね、非常に大事かなと思ってまして。っていうのは、今までの議論で4年に一度しか盛り上がらない、まあ、オリンピックですね、ということなんですが、まあ、平準化させるためには、ワーケーションの手法を使って、まず体験してもらうと。体験してもらうっていうのが非常に、大事かなというふうに、思ってます。で、ワーケーションの脈絡で言うとですね、実は、企業研修のワーケーションというのがあるわけですけど、まあ、どのエリアでも企業研修やってますけど、実はカーリング会場がある、カーリング会場で氷の上で研修できるっていうのは実はほとんどない。まあ、軽井沢がそこで優位性になるというふうになるわけですから、私は積極的にですね、カーリングを使ったワーケーションプログラムで、チームビルディングの企業研修を積極化していくと。っていうのが一番大事なポイントかなというふうに思ってます。その入り口となるのはターゲットとしては、広告会社の営業マンとかですね、その先にいる想定されるクライアントの方、一緒になって参加されるような仕組み作り、これが大事かなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。今、水管さんからご紹介いただいたチームビルディングの、ね、はい、研修、実は SC さんが結構盛んに、ね、受け入れられてて、そこを今の広告代理店を呼んでましたっていうのね、はい、できますもんね。そうですね、今後そういう話につなげていくと、うん、面白いですね。はい、この後ね、最後チームビルディングの様子、今日動画でもご覧いただけるので、でそちらは後ほどご紹介したいと思いますけども、はい、あと、最後、あれですね、今、9192と2つ。はい、最後ご質問、今日3つねご用意いただきますが、そうですね、うん、やっぱ全国ねカーリングの人口っていうのはだいたい2400から800、うん、選手登録数っていう、まあ、競技者数がメインなんですけども、そこがもうほぼね2006年ぐらいからほぼ横ばいだっていうのを聞いてまして、で、まあ、オリンピックの4年に1回ぐらいはちょっと増えるけど、またちょっとずつ減っていくっていう流れがあるそうなんですよ。で、まあ、やっぱりカーリングをね、こう日本の中でもメジャースポーツにしていきたいなってすごく自分の中では思ってますので、どういうふうにこれをねカーリング人口というか、カーリングやったことある人とか、そういう人たちを増やしていけるアイデアをね、なんか僕は欲しいなと思います。はい、ですね、カーリング人口を増やしていくっていうのは、まあ、どのスポーツでもそうなんですけど、極めて重要でして、先ほど広告の話がありましたけど、広告マーケティングっていうのは人口が増えれば増えるほど、いろんな企業が参画してくれますし、さらに広告が増えれば増えるほど、人口増えていくという意味では、ものすごく良いスパイラルになっていくもので、どっちが先かっていう話もあるんですけど、やはり人口を増やしていくというのが先立って行われるべきものだというふうに思っております。でカーリング人口をどうやって増やすか、まずはですね、まあ、どの競技もそうですけど、スター選手というのがいるとやっぱり一気に増えるんですよ。だからぜひ山口選手とか皆さん、スター選手としていろんな地域に行って盛り上げてくださいと。でぜひまだカーリング協会のいろいろアドバイスしておきながら、一投もカーリングを投げたことがない私に投げ方を教えてくださいということとですね、もう一つはカーリングだけで増やしていくというのは難しいと思います。はっきり言って限界があります。でその意味で私今軽井沢町で町とも意見交換しているのは、やはり教育とか観光と一緒になってパッケージとして盛り上げていくデザインが必要なんじゃないかというふうに考えてます。で観光との関係で言いますと、まずはカーリングだけしに来て、もうカーリングだけやって帰る人ってまずいないじゃないですか。で来たら泊まりたいし、来たら泊まるんだったら食事も取りたいし、
で、まあ、せっかく軽井沢に来るんだったら軽井沢のも見て回りたいし、でそれをそれぞれの各プレイヤーに任せてたらなかなか盛り上がっていかないんですけれども、そういうパッケージを用意して軽井沢にカーリングしに行こうみたいな、でそしたらこういう食事が取れて最後はこういうホテルに泊まって軽井沢でゆっくり過ごせます、であとの2泊はなんかワーケーションで自由になんか過ごしてくださいみたいないうパッケージを作ることで街の魅力も伝えられますし、街のホテル観光業界も盛り上がりますし、食事業界もで、そこでその業界がこうなんていうんですかね、いろんな多種多様な業界がこう集って新しい一つの何かパッケージを作っていけるとなると、すごく盛り上がっていくし増えていくと思います。まあその関わってくれる企業たちがまた次のスポンサーにもなっていくということも、期待できますので、まあ町全体、まあ、地域全体でやっていくというのがすごく重要なんじゃないかというふうに思いますし、もう一つは教育ですね。でまあ軽井沢町では小学校4年生だかに1回時に1回経験体験するということなんですけれども、そこは本当に大事です。もうカーリング好きを増やす一番のこう重要なものなので、これはぜひやってもう全地域でいろんな地域でやっていくといいと思ってます。でその際にですね、やっぱりプロになっちゃうと、まあ、我々大学の教授もそうなんですけど、なんか細かい理論の基礎が大事だとか言って本当に面白くないことをやっちゃうんですよ。刑法とはみたいな、だんだん僕の専門分野に近づいてきてるんですけど、刑法とはと言われても小学生は何も面白くないじゃないですか。だけどなんか刑事ドラマって見たことあるっていう、あの刑事がこういうことでこういう時こういうこと言ったよねっていうところから入っていくと、あそれ知ってるっていう話でどんどんつながっていくと思うんですけど、やはりカーリングの一番面白い部分を最初に小学生に体験させてもらいたいと。でこの前 の会議でもちょっとある会議でもそういう話したんですけど、なんか僕すいません、カーリングのルールもいまいちよく分かってなくて、その時にカーリングって何人でやるスポーツですかっていう質問して、なんか怒られそうな、もう何言ってんだお前みたいな顔されたぐらいの人間なんですけど、カーリングがもう本当に小学生何十組やるには、全部の例えば野球9回やらなきゃいけないスポーツじゃないじゃないですか。1回でも2回でもなんかバッティングできる経験ができれば、野球の楽しさって十分小学生に伝わると思うんですよ。でカーリングも一番面白い部分を体験できるようなものを用意して、小学生にやるメニュー、もういきなりなんか筋トレしろみたいなのではなくて、小学生が楽しくやれるようなものを考えて参加してもらえると、好きになったらどんどん練習していきますし、まあ、それこそが多分競技人口を増やしていく一番のポイントになるんじゃないかなというふうに思ってます。で先ほど の観光とか教育とかいうことっていうのは、もちろんカーリング協会だけじゃできませんので、これは自治体、まあ、自治体にとってもすごくプラスになることですから、自治体と連携して地域全体のパッケージとしてやっていく、でスポーツとしての魅力っていうのは十分にあると思いますので、まあ、自治体と連携していくのがすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、自治体という関係でいうと、まあ、今後北陸新幹線が伸びていきますし、さまざまな横のつながりもどんどんできていくというふうに私は思っているんですけれども、海地先生、そのあたりっていかがですかね。そうですね、まず2024年の春に金沢からこの福井まで伸びるわけですけど、新幹線が。でそうすると福井からですね、いきなりもう軽井沢方面に一本で来れるようになる、まあ、これがかなり変化が大きいと思うんですが、その前にですね、今私が注目しているのは、学校の保養所なんですよ。で実は軽井沢ならではの特徴として、小学校中学校高校のですね保養所が軽井沢にいっぱいあります。まずはですね、ここの学校にアプローチをして、カーリング体験プログラム、あるいはチームビルディングのプログラム、今学生もですねオンラインが多くなってリアルコミュニケーションが弱くなってます。でそれをですね、いち早く取り戻すには、カーリングを通じた氷の上でのチームビルディング、非常に有効だと思います。ですから軽井沢はまず、すぐできることは保養所のある学校を攻略する、それと同時並行で、同じく企業さんの保養所もあります。でこの辺でですね、同じようにリアルがなくなって
オンラインばっかりですから、改めてカーリングに注目して、チームビルディングをベースにした目標とした、ワーケーションプログラム、この辺をですね、軽井沢として、売り込んでいくというのが大事だと思います。その辺の下固めをしてですね、そのこう盛り上げていって、いよいよ2024年、福井県がつながるというところで、今度は逆にですね、その盛り上がったところで福井のいろんな企業様があります、あるいは修学旅行で学校もいっぱいありますから、そういったところで修学旅行のプログラムもですね、大いにありかなと。で、最初にカーリングを小さい時から触れるっていうことが、さっき丸井先生もおっしゃいましたけど、一番大事だと思います。できるだけ小さい時にカーリングの楽しさを触れると。で、これをですね、このチャンスを広げていくというのが大事だと思っています。その意味で、今まさに福井県まで新幹線が伸びるという素晴らしいタイミングの直前ですから、いろんな仕掛けは十分できるというふうに考えております。はい、ありがとうございます。じゃあ、今ちょうど福井県のね、送り新幹線名刺のお話もいただきまして、今日は鈴木幹事さんの方から少し資料もご用意いただいているということですので、それを皆さんに共有させていただきながら、ちょっとそのスライドのいいですか？あ、お願いします。共有をお願いいたします。共有させていただきます。どうでしょう、スライド見えてますか？まだですね。ダメですか？これが何なのかな。あ、まだですね。あ、出ました。じゃあ、これスライドショーで。実はですね、軽井沢と福井県というのは、歴史的に大変深い関係がございます。で、今、写真に出てる、旧三笠ホテル。これはですね、明治39年にできてるわけですけど、山本直成直義親子っていうのがいまして、これ福井県の小浜出身で、直成っていうのはお父さんなんですけど、お父さんの方は小浜藩士、小浜の殿様だったんですね。で、岩倉具視の側近でもあったわけですけど、そういう重鎮がですね、軽井沢に目をつけて、お父さんの方が最初に土地を買って、息子の直義、山本直義がこの建物を作って、それで営業してたんですね。で、これは今国の重要文化財になってまして、大切に、所有は軽井沢町です。大切に保管されてます。ちょうど今耐震工事中で見学はできませんが、工事が終われば見学できるようになります。これがまず一つですね。はい、じゃあ次のページをお願いいたします。ちょっとごめんなさい、スライドショーになってみたいので、ちょっと一回共有やり直しますね。ああ、すみません。スライドショーになってない。で、その間にちょっとお話しさせていただくとですね、江戸時代に遡りますと、参勤交代、これで福井の松平の殿様がですね、軽井沢宿に34回、この次ですね、この次のページ。はい、今大丈夫です、スライドショー。この次のページ出してくれますか。はい。はい、このカッコ1ですね。カッコ1がですね、松平の殿様、これが軽井沢宿に34回宿泊されたという記録が福井県外に残っております。で、江戸時代からですね、非常に軽井沢は参勤交代、いろんな殿様が訪れてるんですけど、福井から34回も軽井沢に滞在された。これは追い分けとか、中軽井沢追い分けの宿にも泊まっていたと思いますから、江戸時代から接点が非常に大きかったというのが第一です。で、二つ目がですね、軽井沢は今1万6500軒ぐらい別荘がありますけど、日本人で最初に別荘を作った人、これがなんと福井県の今でいう福井市出身の八田裕次郎さんです。で、これが明治26年にですね、軽井沢にちょっと訪れて、一目惚れしてすぐ別荘を作ったという方で、当時、八田裕次郎は、明治26年の時代は海軍大佐で、その後衆議院議員やったりしてるわけですけど、ずっと毎年軽井沢に訪れてまして、
今 の, あの軽井沢の別荘文化を作った、まあ、別荘のいろんなルールがあるわけですけど、礎を作った軽井沢会っていうのが今あるわけですけど、その前身がですね、軽井沢秘書団っていうのがありまして、そこの初代理事だったわけです。で、その他の理事は、宣教師の方々が多かったので、まあ、八田裕次郎はですね、軍日海軍大学出身で、明治末期にもうすでにイギリスに留学していて、クイーンズ・イングリッシュがもう堪能で、まあ、英語はよく喋れるということで、非常に軽井沢で英語を通じて当時いっぱいいた西洋人とうまくコミュニケーションしていたということです。で、この写真にも真ん中にありますけど、この八田別荘っていうのがですね、今軽井沢町の所有になってまして、旧軽井沢のテニスコートの手前にあります。で、今大切に保存されてまして、夏の間だけですね、見学ができるようになってます。それと3つ目がですね、先ほどお話しした三笠ホテル、この写真の右ですね、これを作った方が明治39年、福井県小浜市出身の山本直成直義親子ということで、軽井沢代表とするいろんな観光コンテンツをですね、作られた方が福井県出身の方ということで、大変歴史的に深いつながりがあるということだと思います。それが今回新幹線が伸びるということで、今民間の方でですね、食とか文化、芸術、まあ、さまざまな分野でですね、交流が始まってます。まあ、ちょっとコロナで動きが鈍ってますけど、交流が始まってます。それと面白いのはですね、この赤いのが今度、2024年に伸びる金沢から敦賀というところが伸びるわけですけど、実は福井っていうのは、今まで関西経済圏と中部経済圏だったんですよ。で、それが今回新幹線が伸びるということで、東京経済圏にもなるということで、これ実は新幹線が伸びて経済圏が変わるっていう事例っていうのはなかなか珍しいケースでですね、例えば東北新幹線だって新幹線伸びても経済圏は変わらないわけですね、早くなるだけ。新潟の上越新幹線も経済圏は変わらないわけです。東京経済圏ですから。それが福井県だけですね、今度新たに東京経済圏が加わるというところが、非常に面白いなと思ってます。金沢もですね、新幹線伸びる前は小松空港から経由で東京とつながってましたんで、経済圏自体は変わらなかったんですね、新幹線伸びても。それが福井は、今回初めて東京経済圏とつながると、その間に軽井沢があるというところで、非常に面白いポテンシャルがあるなというふうに思っております。で、これが風越公園にあるカーリング会場ですけど、実はここで今企業研修がですね、ね、コロナ直前2018年は約250社で6000人弱の、これちょっとクリックして、そうですね、研修がありました。多くは外資系企業ですけど、外資系企業の場合はですね、変わった場所で研修する方が成果が高いということは経験値で分かってて、わざわざ離れ小島で研修やったりとかですね、変わった場所でやってるんですね。で、今回氷の上で氷上研修ということで、滑りながら例えば部長が転びそうになったやつを部下が助けるとかですね、まあ、いろんな仕組みがあるわけですけど、まあ、そういう変わったところで研修をやるということで、これもコロナでリアルコミュニケーションがなくなってる今ですね、コロナが終わった時に改めてカーリングを通じた企業研修、これは非常に有効だと思っております。ワーケーションを通じたコミュニケーション、これを力を入れるべきだというね、個人的には思っております。次のページありますか？これで終わりです。そうですね、僕の方から大体以上ですね。はい、ありがとうございました。ということで、大臣もそろそろお時間ですが、今の話を踏まえて何かお三方がありますか、最後。そうですね、まあ、僕は競技者としてこう思ってた以上のこういろんな取り組みの方法があって、まあ、それを一つずつやっていければ、まあ、カーリングの本当に競技人口というか、
普及になったりとか、あの狩山町にとってもあのいいことがたくさんあったりとか、なんかいろんな僕じゃ全然本当に思いつかなかったことがたくさんあったので、今日本当に、学べる時間でしたね、今なんかは。はい。山口さんに結構言われてしまったんですけど、あの本当に知らないことが多くて、あの自分で想像したことじゃないことがどんどん情報として入ってきたら本当に良かったなというふうに思います。はい、そうですね、私今大学生でやっぱり学術との関わりっていうのがすごい興味深いと思いましたし、勉強したいなって思ったので、ぜひ教えていただければまた聞きたいなと思いました。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあよろしいでしょうか。何かお二人から最後言い残したことですとか、意見とか何かございますか。ぜひカーリング協会、カーリングと、地域全体を盛り上げていく、方向で進めていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいというふうに思います。で、ちなみに私 の、 専門分野はおとり操作の研究です。以上です。ありがとうございました。よろしいでしょうか。福井がこれから新幹線乗りますから、一回どっかのタイミングで福井 の、 経済界の方々をですね、軽井沢に来ていただいて、それで日本代表 の、 オリンピアンの山口選手からですね、ぜひともカーリング指導、チームビルディング、この指導をですね、ぜひやっていただくと、地域間の連携とかいろんな盛り上がりがあって、僕は非常に面白くなるんじゃないかなというふうに思ってます。おそらく福井の方でまだカーリングやったいわゆる社会人の人ってあんまりいないはずなんで、そういった意味でもこれから SC 軽井沢クラブのファンを作っていくっていうのは非常に大事なポイントですから、この新幹線の延伸を睨んでですね、どんどん増やしていっていただきたいというふうに思います。で、同時にですね、すいません、最後に一言、翌2025年のあれですね、大阪関西万博があるんですよ。で、これ4月から10月まで大阪でやるんですけど、黙ってると関空から入る、あるいは新大阪から入ってそのまま帰っちゃうんですけど、せっかく新幹線が伸びたから、じゃあ北陸経由で東京まで帰るかみたいなところもですね、仕掛けによってはあると。ですから期間中2800万人来るわけで、予定ではコンマ 1% でも2万8000人ですから、この人たちがですね、福井経由で軽井沢にカーリングの研修プログラムで来るとかですね、そういうのも視野に入ると思うんですね。ですから非常にですね、今回の新幹線の延伸というのは、無限のポテンシャルがあると、福井県とつながるということで非常に無限のポテンシャルがあるというのが私の印象です。ですから山口さん、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に軽井沢町と福井のつながりというのが改めて僕も知りましたし、そういった意味では北陸新幹線もありますので、どんどんそういうところでカーリングの普及もつながるんじゃないかなと思いました。それとなんか福井の方では鯖江市の方が結構いろんな分野で分業制が多いとかっていうのを話ちょっと聞きましたので、そういう話も今後またいろんな場所で話を聞きながら勉強していきたいなと思いました。カーリングもね、分業制ですからね、非常に合うなと思ってます。今度山口選手はカニを福井まで食べに行きましょう。いいですね。越前ガニ、11月に解禁ですから、ぜひ一緒に行きましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらで第2部終了ということで、お二方どうもありがとうございました。お忙しい中、ありがとうございました。失礼いたします。はい、それではですね、この後残り時間わずかになってきましたが、今ちょうど水垣さんの方からもお話ありました、企業研修向けにチームビルディングのプログラムを SC 軽井沢さんではやってますので、その辺のご案内を少し番宣も兼ねてさせていただきたいと思います。画面の方共有します。見えてるんですかね、画面の方は。はい。こちらが軽井沢アイスパークのホームページになりまして、今 SC 軽井沢さんでは体験プログラムを個人向けと企業向けとやってるんですね。はい。はい、個人向けがこちらのページでね、ご案内ありますが、ちょっとどんなことをやってるかっていうのを、はい、お願
しい。個人向けは一番ベーシックなのと、1時間ですね、60分で1名から参加できる、レッスンになっています。簡単にはですね、氷に滑るところとか、転ぶところから始まって、最終的には実際のゲームをやってみて、体験を終了という形になります。はい。だからこれ、全くあれですよね、初心者でも本当にできるわけですね。できます、はい。本当に、はい、初め、全く初めてできます。はい。で、私もご案内しようと思いますけど、本当に服装も借りれるから、そうですね、手ぶらで。手ぶらで来て、はい、パッと来て、いきなりできる。いきなりことですね。はい。で、オールシーズン。オールシーズン。真夏でもできる。そうなんです。すごい気持ちいいです。いいですよ、ね。はい。夏最高ですよ、ね。これね。で、なんといっても、軽井沢で、まあ、旅行業やってるんであれなんですけども、天候に関わらずできるといいですよね。そうですね。雨でもできるし。そうですよね。そう。ね、本当それが、彼ならではだなと思います。で、法人向けのプログラム。が先ほどからちょっとお話ありましたが、チームビルディングもできる研修プログラムというのがあるんですよね。はい。はい、これは、はい、まあ、ちょっとこの後動画もご覧いただきます。そうですね。はい。まあ、大体、2時間とか3時間の中で、まあ、カーリングをやりながら、チームのコミュニケーションですかね、社員同士のコミュニケーションを広めていくんですけども、この研修ならではのオリジナルのメニューも用意してまして、自然とまあ2時間、3時間終わったときに、コミュニケーションがより深くできるようになってますね。そうですね。これは私も企業の研修旅行とかで来るともうおすすめするんですが、もう本当鉄板ですよね。皆さん喜ばれて、これは本当に、はい、でね、先ほどの提言だとそこからこううまくねスポンサーにつなげていくような流れがねできるといいですよね。はい、そうです。ということでその様子をですね動画でご用意してますので、実際どのようなチームビルディングの研修プログラムなのかっていうのを少し動画をご覧いただきたいと思います。共有しますのでお待ちください。でしたが、実際これ今ね来てる、あそうか、今はコロナ禍だからちょっとストップしてると思うんですけど、実際来てる企業さんって、はい、まあ、別に個人名はあるとして、個別の名前はあるとして、どんな目的、どういうところが来てるんですか？いろんな方いますけど、うん、例えばですね、部署がみんな変わって、うん、新しい部署の中でまずコミュニケーション取ろうというところで、まあ、春先ですね、10名程度で来るっていう方の団体もありますし、逆に会社全体のとかグループ全体の、コミュニケーションを上げようということで、まあ、最大に200人超えたこともありましたね。お、はい、すごい。だから本当に規模の大、だから本当に人数に合わせたプログラムができる。そうですね。目的、
そうですね、会社さんの目的によっていろいろできる、はい、それとやはりこう男女体力差とか特に大きく関係ないので、あの他のスポーツですと例えば野球とかだと経験があるないだけで全然変わりますけど、代わりにほとんどの方やったことないので、そういった意味ではみんなこう平等のところからスタートしますので、コミュニケーションも自然と増えてきますよね。だから確かに今コロナ禍でなかなかこうリアルなコミュニケーションが不足してるから、なんかニーズ、はい、ありそうですね。そうですね。それから一気になんかこう、はい、来そうですね。そうと思います、ね。そしてまたオリンピックもありますのでね、知名度もまた上がって、はい。で、あの軽井沢はあのうちもまた座ってますけど、軽井沢リゾートテレワーク協会というのができて、町を挙げてね、あのリゾートテレワークを推進しているので、そことも連携して、はい、すでにねちょっとやってますけども、企業向けのそういう研修をまず体験していただいて、そこから広げていくっていうのは、ね、絶対ありですよね。はい。はい。ということで、いよいよ時間も迫ってきましたので、最後、はい、皆さん、ご参加の方に、お知らせをのお時間ということで、いくつか、はい、ということですので、山口さんから。はい。はい、お願いします。まずですね、あの、見る楽しみって今日前半の方でやったんですけども、すぐ、早速ですね、来週かな？次の週末、10、11、12かな、で、北京オリンピックの日本の代表を決める選考会っていうのがあるんですよ。で、それは NHK さんの方で、あのテレビで放送がありますので、まあ、そちらぜひ見ていただいて、あの今日言った戦術の部分とか、うん、あこういうのがあるんだなとかっていうのをね、ぜひね見ていただきたいなと思います。でその後翌週に、ミックスダブルスっていう新種目ですね、あの男女1名ずつの2名でやる混合競技っていうのも、日本代表決定戦がまたテレビでやると思いますので、そちらもねぜひぜひ見ていただきたいなと思います、はい。そしてですね、あのクラブの方のまたお願いになっていくんですけども、まあ、前半でもありましたけども、あのこう好循環を作っていけるようなあのクラブチーム作りを目指してあの私たちやってますので、またそちらの方で、ね、ぜひ皆さんに応援いただきたいなと思うのと、あのクラブの方では講演会をねあのやってますので、皆さんこちらにもぜひお力をいただければと思います。はい、今共有させていただきます。はい、ますかね、個人と法人とありますので、こちらですね、はい、講演会個人でも一口2000から、はい、応援してもらえるということで、法人ですね。入会特典、特製ステッカー。はい、これ貼って、はい、ぜひぜひ、はい。それと、あのいつでもあのスポンサーを募集していただきますので、あのそちらもぜひぜひあのよろしくお願いしたいなと思いますし、これからあのどんどんね、あのジュニアの選手が、今、大学生が多いんですけども、どん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 あの卒業していく年になっていきますので、先ほどの上野選手のようなね、あの就職も求めてますので、ぜひそちらの環境の方もお手伝いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。お二方もぜひ。はい、本当にぜひ、SC カレザークラブを支援していただいて、応援でも、あの声をかけていただくのでも、全然私たちには本当にありがたいことなので、はい。引き続き応援よろしくお願いいたします。ですね、私もまだまだジュニアで、これからオリンピック目指してオリンピックで活躍できるように頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。あと就職先ですね。そうですね、就職先もお願いします。お願いします。雇ってもいいというか、ぜひうちに雇いたいということで。はい、お願いしますということで。はい。いいですか、はい、はい。じゃあ、あと残り時間がちょうどあと5分ぐらいになってまいりまして、今日ご参加の方からせっかくですので、何かお三方にお聞きになりたいこととか、まだあの丸井先生と水谷さんもいらっしゃるので、そちらへのご質問でも何かございましたら、チャットでお寄せいただければと思いますが、いかがでしょうかね。チャットで、まだご紹介してないので、先ほどちょうどね、あの丸井先生がお話しあったその学術との絡みでいうと、はい、カーリングの動作解析に関して、北見工業大学が研究されていて、はい、ということで、競技支援システムを1時間2500円買うことができます。うん、あったらどうぞ。少しだけそういうやってましたね。あの前、一緒にチームメイトだった平田選手っていうのが、
そちらの方でやってますので、はい、ちょっとやってるのは聞きました。うんまあ、この辺もじゃあすでにあるということですかね。で、あとは、そうですね、これは私も言います。軽井沢ならではですが、別荘客の取り込みということで一番重要だと思いますと、うん、子供という意味では、雨の日の別荘にいる人たちは退屈している人は多いはず、雨の日に子供の体験会をワンレーンでもやるのは良いかも。ということで、この辺の地元部では体験会はたまにやってますよね、今ね。そうですね、あります。うん、その辺のあれですかね、もう少しこう周知と、まあ、確かに雨の日って急に軽井沢だとやることが、ね、なかったりするので、はい、その辺で何かこう、雨の日だと、なんですけど、雨の日は見に来たら全部かったりするじゃないですか。そうですね。雨の日だったらなんか、ちょっと今日じゃあ帰りに行こうみたいな、そういうイメージ付けみたいな。なるほど。なるほど、ね。はい、今日そういうアイデア。はい。ね、できてるんですね。別荘客の取り込み、はい、確かにそうですね。あと、はい、やはりこうやってあれですね、僕たちだけだとなかなかこう発想が出てこないですけど、いろんな方にこうご協力いただければいろんな発想が出てくるんで、なんかまだまだ発展できるなと思いました ね、 ね、はい、あとすいません、西村選手に質問事前に送ったということで、先ほどのあれですね、ちょっと途中でごめんなさい、挟んじゃったんですが、ご出産の現役続けている選択肢は最初からお持ちでしたか、さっきお話しすればよかったなと思ったんですけど、うんうん、私は本当になんだろうな、出産をしたらキャリアを失ってしまうかもしれないなっていうのはやっぱり心のどこかに思っていて、なかなか出産というか子供を作ろうっていうところまでにちょっと時間がかかってしまったというか、37歳になるまでそういう感じにならなかったので、まあその、まあ、産もうって思った時はもちろん復帰をしよう、復帰して、やらなきゃいけないなっていうふうには思っていて、それは何て言うんですかね、全国のカーリング選手のためにもしっかりと、まあ、オリンピックに私は行ってないんですけど、世界選手権しか行ってないんですけど、オリンピックに行ってない選手がちゃんと出産して戻ってくるっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、まあ、いろいろ家族とも相談して、で、そういう前提で出産しました。はい、ですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ちょうど時間になりましたが、よろしいでしょうか、ご参加の方からのご質問は。はい、ではちょうど時間になりました。これでご質問ないようでしたら、これで、オンラインフォーラムの方ですね、終了したいと思います。今なかなかね、コロナ禍も落ち着かずに皆さんうつうつとステイホームの方も多いと思うので、最後に、まあ、今日なんでね、はい、山口さんの方から、はい、明るく元気になるような、はい、こう言葉を参加の皆さんにいただいて締めとしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。今このような状況でありますが、それぞれ一人一人ができることを今しっかりやって感染予防して、早めに、ね、このコロナをやっつけたいなと思います。そしてですね、このカーリング会ですけども、皆さんからも今日たくさん貴重な意見をいただきましたので、まあ、全部すぐできるかどうかはちょっと分かんないですけども、ちょっとずつやっていくっていうのと、あと先ほど丸橋先生からありましたけども、スター選手が生まれればっていうところもありましたので、私たちカーリング業界のスターになれるように、まず日々しっかりと練習してですね、皆さんにスーパーショットをたくさんお見せできるように頑張っていきたいと思いますので、これからも引き続き応援とご協力よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあこちらでオンラインフォーラム終了とさせていただきたいと思います。どうも皆さん、遅くまで、今まだ30名くらいの方ご参加いただいてます、ライブで。ありがとうございました。じゃあこちらで終了したいと思います。